主体思想党は、朝鮮民主主義人民共和国のピョンヤン区域に、ある主体思想を体現したという党である。高さ170メートル。近日成主席の70歳の誕生日を記念して、建てられ、1982年に完成した。党の東西壁面部分は18段、南北壁面部分は17段で、その合計は、近日成の70歳を示す、70となる。 また使用された花崗岩の数は25,550個であり、これは誕生から70歳までの日数を表すの17日分は除くが、台座部分に掘られた詩は12辺、サイズは縦4メートル、横15メートルで、金日成の誕生日、1912年4月15日を示す。塔の正面上部には、父への金文字が飾られている。 花崗岩でできており、世界で最も高い石塔である。エレベーターで150メートルまで登れ、平壌市内が一望できる。最上部の20メートルには、炎をかたどった赤透明の宝火のオブジェが載っており、夜には中からオレンジ色に光りかつ揺らめき、あたかも全体がろうそくの炎のようになる。のろしの下部は展望台になっている。塔の前には、労働者、 知識人、農民の三人の像が建てられている。また、死体思想等の正面の川の中ほどには、噴水があり、死体思想等と同じ高さ170メートルの噴水を吹き上げている。ありがとうございます。